はい、こんにちは。カンカン通り専門塾学び塾、数学講師の吉田です。この動画ではこちら文系数学入試の革新という参考書について紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まずこの参考書ですが、文系数学用と理系数学用で2種類に分かれています。そしてこの入試の革新と両方プラチカ、プラチカという呼びますが、入試の革新とプラチカという参考書は非常によく比べられるんですね。どちらも取り組む時期が受験後期、受験直前期なので、どっち取り組めばいいかなって悩む生徒が非常に多いです。なのでまずそこから話していきますね。じゃあまず理系から、理系数学入試の革新と理系数学の両門プラチカ、この違いですが、まあ、ほとんどありません。難易度、構成も非常に似ているので、実際に本屋に行ってもらって、自分で開いて、レイアウト、文体が自分に合っているものを選んでもらって構わないと思います。そして、文系数学ですね。文系数学の入試の学習、こちらと、文系数学の両門プラチカ。これは難易度が全然違います。カンカン同率。マーチといった難関次第から旧帝大といった難関国立を志望する文系生徒さんは、こちらの文系数学入試の革新に取り組んでもらって構いません。それ以上、東大、京大、一橋大学を志望する文系生徒さんは、文系数学の両門プラチカに取り組んでください。それほどここには難易度差があるので、ね、そこに注意してください。以上がこの入試の革新とプラチカの違いでした。もう分からない。では本題に入ります。この入試の学習、文系数学の入試の学習の対象者ですが、先ほど申しましたカンカン同立、マーチといった難関次第から旧帝大を目標とする難関国立ですね、を志望とする文系生徒さんです。そしてこの参考書のカテゴリーはアウトプットです。インプットの段階を終えてから取り組んでください。そして使用時期なんですが、受験後期です。過去問前に取り組む参考書として使用してください。で、この参考書のレベルですが、入試の基礎から標準です。まあ、黄色チャート、青チャートの例題を一通りマスターしていれば大丈夫でしょう。そしてね、この参考書のいいところ2つあります。まず1つ目、回答のポイントが明確な点です。この参考書には解説の最後に核心はここだというコーナーがあるのですが、これはどういったものかというと、〇〇が来たらこれこれだ、丸々ときたらこれこれを使えといったように、考え方のポイントを非常に明確に記載してくれているので、各問題に大事なポイントが非常に分かりやすくなっています。そしていいところ2つ目ですが、問題量の少なさです。でプラチカと同様、両問揃いで、しかも問題数も少ないので、いい問題を周回できることで実力がつきやすくなっています。では使い方に移ります。1つ目はアウトプットの確認をするということですね。今までたくさん蓄えてきたインプット事項を出す、アウトプットする練習をしっかり時間をかけて取り組んでください。そしてもう1つ、正誤に関わらず、だからつまり自分の答えがあった合ってないに関わらず、解説の最後にある確信はここだというコーナーを暗記すること、これだね、確信はここだみたいな考え方のポイントを暗記することが、類似問題、発展問題のところで非常に大事な手がかりとなります。なので、自分の答えが当たってないはどうでもいいです。とりあえず入試、確信はここだ、確信はここだというコーナーを必ず暗記してください。以上がこの参考書の詳細でした。この本はプラチカと同様、少ない問題数で全範囲カバーしているんですが、いかんせんやっぱり問題数が少ないのでね、本書だけでは入試で対応できない問題も少なからず出てきてしまいます。なので、この本に取り組む前、この本に取り組む前に1対1対応の演習、もしくは文系数学重要事項完全習得編という参考書に取り組むことをお勧めしたいと思います。それではこの動画はこれで終わります。ありがとうございました。学び塾の LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度のカンカン同率の頭学の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。
登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カン予備よりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。